緑で世界をつなぐ dashu.jp チャンネルの和田です。今日は盆栽園紹介ということで、高松市にある平松春松園さんにお邪魔してます。平松さんよろしくお願いします。お願いします。今日はぜひ平松さんの園をご紹介いただいて、いろんな木を見せていただいたり、この園の特徴とか教えていただければと思いますので、お願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、平松さんのところ一番多いのは何ですか？やっぱ高松は松やね。松、うん、黒松特に。これは黒松がうちは一番多いんで。これなんか特にほら、ね、うん、昔の山鳥やっぱり天然の素材で。天然とか天然じゃないってどうやってわかるんですか？まあ、一番は古さやね。うん、あの川の古さで天然か天然でないかっていうのがわかるんで、自分らが苗から育てたやつはその川が若いっていうかね。うん、あとはやっぱり心拍ですか？いろんな種類がないとね、今、はい、お客さんも楽しめるので。今全部で何個ぐらいあるんですか、盆栽の数、ここに。まあ、鉢植えだけだったら何本あるやろ。数えたことはないんで、1000ぐらいはある感じ。鉢植えだけで。ほら、ちっちゃいもあるやん。うん。うん、1000個ぐらいを管理されてるってことなんですか、毎日。まあ、毎日。毎日でも全部は触らないよ。その時期時期には触る。地獄よ。このハウスの中はどういう場所なんですか、ここは。ここはほら、雑木、いわゆるそのもみじ、カエデとかっていうその雑木関係を管理してる場所。はいはい、夏とか特に暑いんで、ほら、寒冷舎ね、こうしてやらんとどうしても葉っぱ焼けたりしするんで。ですね、うん。サイズもやっぱり小さいのが多いですね、ここ。うん、ちっちゃいのが多い。うん、ここだけで線ありそうですけどね。線はないやろ。ここだけで線あるんじゃないですか。線あるかの。ちょっとこの中でいい木をいくつか教えてもらえれば。この辺の長寿梅とかね。この口なしとか。口なし、今すごいらしいですね。これなんでこんなゲージに入っちゃうんですか。これな、特に口なしに来る虫が卵を見つけて、それが羽化して、その幼虫がこう葉っぱ全部食べてしまうんで、こうゲージに入れてやった。これ、こんなでかい虫が来るんですか？こんな飛んでくるんや。へぇー。ブーンって。これ何ですか？ツタ。ツタ。ツタって盆栽あるんですか？あるよ、あるよ。盆栽って、ほら。うん、植木鉢に入っとった盆栽だけ、基本は。小白はもう外でいいんですね。小白はもうやっぱり太陽全開で。わ、すごい外で。この辺や、平松さんのフェイスブックでよく見るやつや。そうそう。ああいう小さい心拍のビフォーが、これが売れて売れてしょうがないという。いや、売れるし。こういう小さい心拍って、もともとどういう木なんですか、これ。このために育ててるんですか、これ。あ、そうよ。商品盆栽用に。これはほらちっちゃいもん、山鳥とか天然のはないけんね。人間がその苗の時から育てていくわけで、それを俺らがこう細工をしてジンとかシャリを作りながらやるな。今年の画風展の内閣総理大臣の鉄工太黒松が、画風展っていうのはね、日本で一番大きな商品盆栽の展示会。それの内閣総理大臣賞ですから。内閣総理大臣というのはそのトップね、うん、その年のトップの受賞作。もうこれもお客さんなんやけど3年ぐらい扱ってるかな、うん、心拍で撮られたやつはどれですか。心拍はこれ下にいたんですよ。下におるそのジンとシャリの動きのやっぱ素晴らしいところをいうか、それが特徴なんで、うん、その下にポンと置いといていいんですか。いや、いいよ、下に飛んで殿みたいな場所に置くんじゃないですか。いやいや、違うんですか。まあ一応その置き場の環境とかもある。ああ、へえー、下の方が風当たりにくいとか、うん、太陽がやっぱり遠いから、うん、じゃあ逆に下に置いてあるやつの方がいいの置いてたりもするか。ああ、かもしれん。その賞を取ったとかいろんなありますけど、平松さんとしてこの辺で、いや俺はこれが一番好きなんやけど言うかな、好きっていうか、まあ今作るよる材料でこれはようなるっていうのもあるよ。あ、いいです、いいです。ああ、いや今これを下に置いたんすか。
それ当てさせてほしかったですね。もうそう、どれやと思う。でもすごい。でも養生めっちゃ。これは今作業中やけん、こんなんやけど。これ2つの鉢をくっつけてるんですけど。そうよ。これ呼びつく、これこの木を、あ、こっちについてやんか。わあ、なんかすごい。なんじゃこりゃ。なんでこれこれついてるんですか。どうやって。いや将来ほら、こっち側をもう全部外すんや。ナチにするってことですか。あ、これをジンにしてやろう。こっちを全部。ああ、こっちだけで作るん。10年計画。10年計画。今何年目なんですか。これな、3年目ぐらい。おお。じゃあですね、平松さんのところに。俺が死ぬが早いか、こっちができるが早いか。命をかけた戦い。そうそう、命をかけた。平松さんのところに来たら、すごいの足元にポッとあるから、足元を見ろってことですね、やっぱりね。そうでもないよ。そうでもないですよ。たまたまなんです。うん、平松さん、あの素晴らしい新しい取り組み、ちょっとぜひご紹介ください。去年、おととしか、はい、この盆栽の匠っていう会社を立ち上げて、まあ、これ研修所、盆栽の研修所なんですけど、はい、特に外国人の方のほら、やっぱり高松来て勉強したいという要望があるので、はいはい、盆栽勉強したいって言っても、あんまりこう住み込みで、その現場でやるっていうのを学校として整えてる方ってね、多分いらっしゃらないですよね、日本。そうやな。部屋もちゃんと綺麗なやつ、4部屋ありまして、うんうん、もう朝から晩まで盆栽だもん。で、でまあ、生徒さん、今もいっぱいなんですか。うん、生徒さんは開店休業なんで。開店休業、どうしたんですか。コロナやけん、今夜。そうなんですよ。オープンして、いきなりコロナですね。で、まあ、コロナ明けたら、ぜひ来ていただいて。ちょっと地獄の意味分かってきました。夏が地獄。まあ、これ畑です。黒松、うん、もう全部ほとんど黒松、全部黒松、うん、この状態はまず、まあ、畑ではほら、もうほとんど切り込んで枝を維持するぐらいで、これを植木鉢に入れてから、その針金をかけてこう作業して、どっちにしても。ちなみにいつぐらいに植えたもんなんですか。これはもう40年50年ぐらい前か。じゃあもう平松さん生まれた頃にはもう あった、うん、もう生まれた時からずっとこの景色が、そういうの地獄の景色がほら、へ、地獄の景色がある意味やっぱり大きいですもんね、サイズも、うん、こんな感じですね。そう、こんな感じでかい、でかいですよね、うん、ちなみにこういうなんていうんですか、畑にある木を、うん、見るポイント、これいっぱいあるわけじゃないですか。畑の木を見るときはここを見ろみたいな。松の場合はやっぱり粘り、あと幹の模様、うん、もう幹の動きやわな。やっぱそれだけはもう変えられないからとか、うん。もうその骨だけは変えれんので。うん、でもここから鉢上げて、うん、何年ぐらいでその製品というか、その盆栽にして、まあ鉢上げて最低3年やな。3年。うん、まあでもそこからまた展示会とか何かあえて、またその上に行くんだったら、そこからまた10年とかな、うん、そういうと単位がかかるんですよ。地獄ぞ。地獄しか言ってないですけど。この五葉松は、うん、この辺の五葉松の何ですか。あ、この辺の高松は、うん、もうほとんどこの宮島五葉っていうやつで、これほら下は黒松な、うん、黒松に五葉松を継いでやって大きくしたやつ。なんでそもそもこれ継ぐようになったんですか、その黒松を。特にほら宮島未生も生えにくいし、挿し木模様できにくい。だけんその、継ぎ木で増やしていくっていうの昔から。だけんこの辺では全部、この黒松に継いでやる。それ一発で素人がわかる見方あるんですか。え、一発でか。あ、これ、でもこの品種見たら多分次やなと思ったらいい。宮島五葉ってこれ大体葉っぱ、同じこういう葉っぱなんです、うん、これ何人でされてるんでしたっけ、この全部の木を管理を。ね、親父と、はい、まあ、妹がアルバイトで、はいはい、俺が3人すごい、まあ盆栽地獄やべ、おいでまーせ。そうですね。おいでまーせ。でも5、6人いたらもう結構天国になるんじゃないですか、6人ぐらいでやったら、まあ、うん、だいぶあれじゃないですか。まあ、だいぶ仕事はできるかな。
平松さんのあのいい家に泊まって、うん、盆栽天国。盆栽天国ですね。彼らは天国だっけ。そうですね。俺地獄。彼らは天国だっけ。俺地獄。死ぬ前日まで働く。素晴らしい。あの盆栽屋さんってそんなんよ。死ぬ前の日まで仕事する。本場の地獄行くには、盆栽地獄から地獄に渡ってくるんですね。そうそうそう。平松さんの平松春荘園ご紹介いただきました。ありがとうございました。遊びに来てください。来て地獄へ遊びに来てください。地獄へおいで。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。